今日は38ページを見てみましょう。ここのタイトルは、すぐ疲れるのは被害者意識があるからとありますね。この被害者意識というものの根本はどこから来るんでしょうか。これは実は親から生まれたというところから来るわけですね。私たちは親から生まれたとずっと思っているので、親が自分の世話をすべきというのが脳の初期設定なんです。もちろん赤ちゃんの時は親が世話をしてくれなければ生きていけませんから、これは当然なわけですね。でもこれをずっと持っていると困ることになります。なかなか自立ができないということになって、大人になってもまだ親を頼るということになります。もちろん経済的にもう親を頼っていないという方がほとんどなんですけれども、精神的に頼っている人は意外と多いものです。精神的にも頼るのをやめ自立したという人も多いんですけれども、でもその親の代わりに実は会社や政府に頼っているということもあるので、これもやはり精神的な自立ができていないと言えるわけなんですね。ですからもっともっと精神的な自立を高めないといけないんです。でもこの親から自立するということが結構難しいんです。こういう時にいい方法があります。こんな風に思ってください。あなたは実は親がいなかった。だけど今の両親があなたをかわいそうに思って引き取って、ずっと本当の親のように育ててくれてたんだ、というふうに空想してみてください。するとどんな気持ちがしますか。あなたが今まで描いていた親像が一挙に変わると思いますよ。そしてあんなにありがたいことをしてくれた親に、なんてわがままを言ってきたんだろうという気になりませんか。つまり自分の親を実の親だと思うから、簡単にわがままを言って親に頼ってしまうわけですね。でも本当は血のつながりがなく、親には自分を育てる義務はなかったと思うだけで、あっという間にあなたの心は自立へ向かうんです。ですから親から生まれたと思うのを一旦やめてみるという時期を3ヶ月ぐらい続けてみたらどうでしょうか。きっとあなたの精神は変わっていきますよ。ぜひ試してくださいね。ではまた次回。